やっぱりか、女優、篠原涼子、47、に早くも熱愛報道だ。5日発売の週刊文春、デカンニューグループ、スーパーノヴァ、ノグアンス、34、との熱愛を報じられた。篠原は俳優、市村正親、72、との離婚を発表したばかりだが、同誌ではグアンスの存在が、離婚の原因、とも指摘されているだけにイメージダウンは必至だ。篠原と市村は、先月24日に離婚を発表した。この時はお互いを立てた大人のコメントを発表し、円満離婚を強調していたが、今回の報道はそんな演出を吹き飛ばしてしまった。グアンスは篠原よりも年下のイケメン。週刊文春によれば、来日の度に篠原と逢瀬を重ねていた。グアンスが日本で住んでいるマンションには篠原も住んでいて、二人の愛の証は左足首につけたお揃いのアンクレット。これには、婚約した二人という意味があるという。同志の直撃に篠原は、男女の関係を否定。グアンスも友人関係ではあるものの、会ったことはないですよ、と釈明している。篠原と市村の離婚には、発表直後から疑問点が多かった。特に最大の謎は親権の問題だ。子供がいる夫婦が離婚する場合、裁判所も母親が親権を持つことを認めるケースが多いが、今回は市村が親権を持った。二人は子育てにおいて今後も協力すると明言したが、市村の72歳という年齢を考えると、どう考えても母親の篠原が親権を持つ方が自然だろう。そうしなかった時点で何か裏があるのでは、と勘ぐる関係者は多かった。芸能プロ関係者は、今回の文春報道で、やっぱり、となりましたね。篠原さんのイメージダウンは避けられないでしょう。コロナ禍でステイホームが叫ばれているのに、外で男と会っていたのだから、と指摘する。さらに篠原の場合、年上の夫を見捨てた、という風に取られかねない。市村さんといえば、日本を代表する俳優の一人ですからね。本当の理由は二人にしかわからないでしょうが、今回の文春報で圧倒的に篠原さんが悪者になってしまった、どう、ただ、篠原の仕事が激減するとは考えにくいという。篠原さんの事務所は、芸能界でもかなり力を持っている事務所だからね。それにドラマや映画など女優の仕事がほとんどで、今はバラエティにはほとんど出ていないから、そんなに仕事が減るとは思えない。まあ CM には影響するとは思うけどね、テレビ局関係者、ただし、共演 NG を出す俳優はいるかもしれない、というのは映画関係者だ。特に売り出し中の若手俳優を抱えている事務所は嫌がるのでは？篠原さんに狙われるわけではないとしても、世間からそういう目で見られかねませんからね。一方で韓流に詳しいプロモーターからはこんな話も。日本に出稼ぎに来てる韓流アイドルは、ファンが離れていくのを一番恐れている。監視社会の韓国を離れ、日本には息抜きに来ている部分もあるので、グアンスも本気じゃないでしょう。すぐ別れるんじゃないですか。姉御肌のサバサバしたイメージで女性からの支持を広げた篠原だが、今回のイメージダウンは計り知れない。